あははははは。は。そうなんだ。嫌に楽しそうな声を出してるじゃないか、霊夢。あ、マリサ、今都市伝説の動画を見ているのよ。東京の地下鉄にまつわる話。ほう。霊夢もそんなの見るんだな。千代田線は軍事路線として作られているとか、有楽町線は有事に戦車が走れるようになっているとか、面白い話がいっぱいあるわ。なあほな。でも、実際にありそうな都市伝説もあるわよ。東京の西側に地下鉄ができないのはその地域に不発弾がたくさん埋まっているからなんですって。私も聞いたことあるな。確か、東京と武蔵野市には第二次世界大戦からの不発弾がたくさん残っていて、それが原因で地下鉄を作れないって話だったな。しかし、関係各所から不発弾が地下鉄を作る障害になる、なんて話は出たことはない。武蔵野市は確かに不発弾の発見が多い地域だが、別に開発がストップするほど多く出るわけでもない。そもそも武蔵野市を通る地下鉄の建設計画が具体的に浮上したこともない。よって、不発弾があるから地下鉄が作れないってのは明確に嘘だな。ちょっと、まだ茶番パートなんだけどまだ本編にすら入ってないじゃない。いきなり結論を出さないでくれる？おっと、すまんすまん。だが、東京の西側に地下鉄がない理由はちゃんと存在し、東京の地下鉄の歴史を紐解いていけば自然と導き出せることなんだ。ほほ、なんだか興味が出てきたわ。それじゃあ今回は、黎明期の東京地下鉄の歴史を語り、そこから東京の西側に地下鉄がない理由を読み解いていくぜ。よろしくお願いします。一般に東京の地下鉄の歴史は、1927年に現在の銀座線にあたる東京地下鉄道の上野から浅草間が開業したところから始まることが多い。しかし、地下鉄が欲しいと星に願えば地面の中にトンネルと車両ができるわけじゃない。地下鉄を作るにはきちんとした計画を練る必要があるし、その計画を立てるまでの経緯だってちゃんと存在する。ここでは、1927年に日本初の地下鉄が開業するまでに地下鉄計画がどのように変遷していったのかを話していくぜ。東京において初めて地下鉄を建設する話が持ち上がったのは1906年のことで、同年に提出された高輪から浅草と銀座から新宿に至る2路線が東京における最初の地下鉄建設計画と言われている。しかし、この計画は日の目を見ることはなかった。どうしてかしら？それは当時の東京を取り巻く環境が関係している。この当時、現在の東京23区を管轄していたのは東京市と呼ばれる地方自治体だったが、この地下鉄計画のことは、長らく議論に挙げることなく放置し続けた。7年後の1913年にようやく市議会の議題に上がったが、計画は採用されることなく幻のものとなった。理由はいくつかある。一つは東京市が市電に注力していたこと。20世紀初頭の都市交通といえば路面電車が一般的で、東京市も市内の民営路面電車会社を市営化して市電を誕生させたばかりだった。東京市はまだまだ市電の路線網を拡大しなければならず、当時超最先端の乗り物だった地下鉄にまで予算を回せなかったんだ。第二に資金や技術力が不足していたこと。今も同じだが、地下鉄は建設にかなりお金がかかる交通機関だ。普通の鉄道と違って路線丸ごとトンネルを掘らなくてはいけないからな。だが、地下鉄の建設を提案したのは今でいうベンチャーみたいなもので、本当に地下鉄を作れるほどの事業体力があるか怪しかった。そのような事業性の不安感から、東京市は計画を見送ることにした。第三の理由は都心部の交通機関の運営は公営企業が行うものとの風潮が強かったこと。これは市営モンロー主義と呼ばれるもので、中遠距離の交通は国鉄が、都市近郊や近距離都市間の交通は私鉄が、都市内移動の交通は公営交通が担当すべきという考え方だ。特に東京市は山手線を公営交通の最終防衛ラインと定めており、これより内側に私鉄路線を建設することを絶対に許さなかった。2024年現在も山手線の内側には同線の平行路線を除き私鉄路線が一切ないが、これは東京市が取っていた市営モンロー主義の名残なんだ。へぇ、東京の鉄道にそんなトリビアがあったんだ。でも国鉄と私鉄はわかるけど、都市部を公営企業が担当するのはなぜかしら？都会に電車を走らせたら儲かりそうだし、民間がやればいいじゃない？
その儲かりそうなのが逆に厄介なんだ。いくら人が集まっている都市でも人の集まりや動線には村がある。当然、そこにめがけて民間企業が投資をするのは自然なことだ。しかし、これは行政から見ればあまり嬉しくない。民間資本の集中は都市内の格差を広げるからな。なので行政にはなるだけ均等に、格差をならすように鉄道や道路を整備していきたいという意思が存在しているんだよ。そうか、儲かりすぎるからこそ公営企業がしっかりと内部の交通を管理しないといけないのね。なので、当時の東京市にも欧米に地下鉄という最先端の乗り物があるという認識はあったんだろうが、提案された地下鉄計画は民間主導であり、公営で鉄道を管理したい市の意向に反するとしてこの計画を却下してしまうんだ。時代が合わなかったのね。しかし、1910年代も後半になると作るべき市電の路線網はあらかた完成していた。加えて東京の人口は急増しており、市電では人が乗り切らないほどの通勤ラッシュが日常になっていた。これを解決する手段として東京に地下鉄を作ろうと提案したのが鉄道界の有力者として台頭していた早川則次だった。彼は1914年に欧州に訪問した際、飛行先のロンドンで地下鉄に出会い、同じものを東京にも作りたいと考えるようになる。当初早川は公営で地下鉄を経営する考えだったらしいが、国や自治体の役人を説得するに至らず、民営での起用を決意する。こうして、早川が立ち上げた会社が東京軽便地下鉄道、後に東京地下鉄道と呼ばれる会社だった。というわけで、早川は東京市に地下鉄路線の建設の許可をもらいに行くが、1906年の時と同じように東京市は民営地下鉄の建設に難色を示した。でもその後早川さんは地下鉄を開業させたのよね。最終的には免許を取れたってことでしょ？そうそう。これは東京の交通網に問題が生じていたからだ。さっきも言った通り、当時の東京の交通需要は爆増しており、小型の市電の車体ではもはや乗客をさばききれなくなっていた。地下鉄はそんな路面電車の完全上位互換になる存在だし、それを路面電車と同じ市営で運営するのは理にかなっている。なら東京市が自分で作った方が良いように思えるが、東京市の抱える仕事は交通網の整備だけではない。電気やガス、水道などのインフラに対しても投資せねばならず、財政は常に火の車だった。つまり、地下鉄まで手を回している暇はなかったんだ。なるほどね。税収が多くても支出が多けりゃ貧乏には変わりないもんね。そんな中、鉄道業界の実力者である早川が代理で地下鉄を作らせてほしいと名乗り出てくれた。東京市から見れば早川の資金と責任で地下鉄を作ってくれるならこんなにありがたいことはない。しかし、東京市とて公営以外の交通機関を市内に作りたくない。安易な民営進出は市内の無秩序な交通網の形成を促すからだ。つまり、他人の民間資本で作らせておきながら、東京市の所有物として運営するというどう考えても矛盾することをやらなくてはいけなかった。それなら東京市はどうやってこの状況を乗り切ったのか。東京市は地下鉄建設の許可を出す代わりに早川にあることを約束させた。将来的に東京市が地下鉄を買収するときはこれを拒否しないと。え？じゃあつまり、早川さんの会社は東京市に地下鉄を売ってと言われたら問答無用で引き渡さなくちゃいけなかったの？そう。絶対に拒めない。ああなるほど。建設や開業後すぐの運営は全部民間に任せるけど、後々お金に余裕ができた時に買い取っちゃえばいいってことか。なんともウルトラシー的な。もちろん、買い取り時に東京市は企業価値分の資本を東京地下鉄道に支払う。何か法律的にアウトなやり方じゃない。何はともあれ、東京市は早川に地下鉄の敷設許可を下ろした。ひとまず東京市は早川による地下鉄計画の推移を見守ることにした。しかし、東京市はすぐにこれがとんでもないミスだったと気づかされることになるぜ。ほう？早川による免許取得を見て、他の民間鉄道会社が一斉に地下鉄建設の許可を東京市に求めたんだ。別に東京市内に鉄道を敷きたかったのは早川だけじゃない。東京都心の高い通勤需要を狙って市内に鉄道路線を敷きたがっていた私鉄やその他民間企業は数多く存在していた。しかし、東京市は山手線の内側に私鉄を入らせない方針を取っており、市内進出はなかなか実現しなかった。だが、早川がこの山手線の壁を壊してしまった。
ということはだ。東京地下鉄道みたいな民間私鉄会社が、いつ買い取ってもいいんで僕にも東京に地下鉄を作らせてくださいと言ったら拒めないことにならないか？ああ、もうわかったよな。東京市は市内に私鉄路線を作らせる格好の隙を与えてしまったわけだ。別に東京市に買い取ってもらうことは何の障害にもならない。これからも東京市は都市として発展し続ける。なら先に自分たちが地下鉄を作ってしまえば、市が地下鉄を買い取るまでにその恩恵にどっぷり浸かることができる。そして最後は東京市がたんまりお金を持ってきて会社を買い取ってくれる。こんな美味しい話はないだろ？そういうわけで息を潜めていた新興私鉄や財閥系企業が一斉に地下鉄建設の免許を政府に申請し出したんだ。こうなると東京市は民営各社の免許申請を拒むことができず、最終的に3社に地下鉄敷設の許可を下ろした。モンロー主義が完全に崩されちゃったのね。国や東京市もこの状況はかなり歯がゆかったみたいだな。だが、民間企業の一斉免許取得によってこれまで止まっていた地下鉄の建設事業は一気に進み出した。思っていた形ではないが、国や東京市もこの動きをサポートすることにした。しかし、これら地下鉄事業はあの出来事によって一気に振り出しに戻されてしまう。1923年9月1日に起きた関東大震災だ。この地震によって発生した人的、物的損害は計り知れないが、こと地下鉄計画にも大きな影響を及ぼした。それまで進めていた地下鉄事業も一斉にストップしてしまい、先ほどの民間3社は地下鉄事業から撤退してしまうんだ。東京の地下鉄建設業界には早川率いる東京地下鉄道ただ1社が残されることとなった。だが、下を向いてばかりではいられない。国や東京市は東京復活の起爆剤として地下鉄計画を推し進めることにした。皮肉にも震災によって民間各社が撤退したことにより、混迷状態にあった地下鉄計画は一旦リセットすることができた。よって、これまで出ていた地下鉄計画を整理し、新規に東京市主導の地下鉄計画を作成した。こうして定められたのが1925年に内務省から出された国示第56号だ。この国示第56号には1から5号線の新しい地下鉄路線計画が示されており、それぞれ番号の若い順から現在の浅草線、日比谷線、銀座線、丸の内線、東西線のベースになっている。このうち1号線は早川が率いる東京地下鉄道が免許を取得。2から5号線は東京市が免許を取得することになった。もちろん、1号線がいずれ東京市のものになるという約束もそのままだ。こうして東京市内を走る地下鉄の建設は東京地下鉄道と東京市の2社で進められることになったわけだ。その後早川は1号線の建設に着手し、1927年についに東京地下鉄道浅草から上野間が開業した。これは東京だけじゃなく、日本、そしてアジアでも初めての地下鉄となった。これが現在の銀座線となるわけね。そうそう。ここまでが東京に初めての地下鉄が開業するまでの流れだぜ。まとめると、東京地下鉄道と東京市の2つの団体が東京に地下鉄を作り、最終的に東京市が東京地下鉄道を買収して東京市営地下鉄にする、というシナリオが見えるわね。そうだ。霊夢の言う通り、東京の地下鉄は全てがうまくいけば東京市営地下鉄として一つにまとまるはずだった。だが、そうはならなかった。東京の地下鉄を取り巻く環境は奴の登場によって一気に混迷に落とされることになるぜ。1925年、東京高速鉄道と呼ばれる会社が国示第56号で公表された地下鉄路線のうち、東京市が免許を持っていた2から5号線の免許を自分の会社に譲ってほしいと政府に申し出た。また新しい組織が出てきたわね。東京高速鉄道は早川の地下鉄事業に刺激を受けて設立された交通ベンチャー企業だ。この時の東京高速鉄道は複数の企業家の寄せ集めに過ぎず、東京市は同社に地下鉄を作るほどの実力はないとして免許譲渡を拒否した。しかし、東京高速鉄道はその後も複数回にわたり東京市に対して地下鉄敷設免許の譲り渡しを迫った。当然、東京市は申し入れがあるたびに譲渡を拒否するが、時間が経つにつれてそれがどんどん難しくなっていった。それはなぜかしら？前回と同じだよ。金がなかった。特に今回は震災直後で財政の大部分を復興費用に充てねばならず、状況の悪さは前回以上かもしれない。
こうなると東京市はウルトラ C をもう一回せざるを得なかった。東京市は早川の時と同じいずれ東京市が買収を要求した時はこれを拒めないという条件のほか、東京地下鉄道といずれ合併することと資金調達先の目処をつけることとの条件を言い渡し、これら3つの条件を受け入れるなら東京高速鉄道に地下鉄敷設免許を譲り渡すと約束した。なるほど、十分な資金を持つパトロンを見つけられれば地下鉄の免許を渡してもいいですよと言ってくれたのね。でもそんな都合よくお金を出してくれる人や企業がいるのかしら。いた。東急の創業者、後藤啓太だ。出たな後藤啓太。後藤はもともと地下鉄の運営に興味を持っており、東急の地下鉄事業参画を虎視眈々と狙っていた。特に渋谷駅で東横線と接続する3号線の計画は魅力的だ。この路線が開業すれば乗り換え需要で東横線引いては東急の収益性が上昇することは目に見えているからな。というわけで後藤は東京高速鉄道に対して地下鉄事業に協力することを申し出て、同社の常務に着任した。以降、後藤は東京高速鉄道の事実上のリーダーとなる。こうして、東急の後ろ盾を得ることで資金調達の条件をクリアした東京高速鉄道は、東京市が所持していた2から4号線のうち、3号線の渋谷から東京間と4号線の西新宿から築地間の路線免許を取得した。それぞれ現在の銀座線、丸の内線の一部に相当する区間ね。ひとまず3号線の渋谷から東京間の建設を目指すことになるが、計画の途中で後藤はあることを思いつく。新橋から浅草までの区間が先に開通しているなら、わざわざ東京駅まで行かなくとも、そこに直通すればいいのではないか?と。こうして、東京高速鉄道は東京地下鉄道に直通運転計画を打診。2社は新橋駅を起点とした直通運転を行うことで話がまとまった。で、両社が直通して生まれた路線が銀座線の渋谷から浅草間になったと。そういうことだ。しかし、両社の直通計画の主導権をどちらが握るかで後藤と早川が激しく対立してしまった。これが両社の存亡をかけた泥沼の経営権構想に発展することになる。この部分は前に出した動画浅草線と銀座線の歴史で詳しく取り上げているからここでは割愛するが、この構想は鉄道省の調停により喧嘩両成敗となり、最終的に後藤と早川の両社が地下鉄の経営から身を引くことで事態は決着した。残された東京地下鉄道と東京高速鉄道は統合されることになり、1941年に営団地下鉄が発足、2004年に民営化され東京メトロになり、現在に至るというわけだぜ。後藤さんがだいぶかき回してくれた感があるわね。でもこの間、東京市は何をしていたのかしら?東京地下鉄道も東京高速鉄道もいずれは東京市が買収すると言ったんだから、早川さんと後藤さんの争いを仲裁するのは東京市の役目じゃないの?なんで国が出てきたのかしら?それに、これまでの経緯からすると東京地下鉄道と東京高速鉄道が合併してできる会社は東京市営地下鉄になると思うんだけど、どうして営団地下鉄になったのさ。そもそも営団ってどういう意味なのかよくわからないわ。霊夢の言う通りだ。これまでの経緯を振り返るなら、後藤と早川の経営権争いを収める責任は東京市にあるはずだ。しかし、実際に仲裁に出てきたのは鉄道省、すなわち国だ。これまで東京市の物語だった地下鉄建設の歴史に国が登場したのはなぜか。次の章では、営団地下鉄の誕生とそれが東京メトロになるまで、及び都営地下鉄ができるまでの経緯を話していくぜ。1934年に東京市が東京高速鉄道に対して路線敷設の許可を出したことは話したな。うん。だが、本当にそこに鉄道を敷いていいかの許可を出すのは東京市ではなく、鉄道省と呼ばれる官庁だ。鉄道省は国鉄と国交省が組み合わさったような組織で、現在の JR 線を国有鉄道として直接管理していたとともに、各地の民営、公営鉄道の管理監督も行っていた。もちろん、帝都たる東京の地下鉄建設にも注目していた。鉄道省は国の一官庁ゆえバリバリの門楼主義であり、当然東京市内の地下鉄も東京市が運営すべきとの見方を持っていた。よって、東京市による東京市営地下鉄計画はまさに鉄道省の意向に沿ったものだった。しかし、東京市は財政難を理由に一向に地下鉄建設を始めない。それどころか、
地下鉄建設を早く進めるためとの理由で民間企業に地下鉄を作る許可をホイホイ出してしまった。そして、この免許を安売りは後に市営地下鉄になるはずだった2社による抗争を引き起こしてしまった。この状況を見た鉄道省は確信した。もう東京市に地下鉄を作る能力はないと。まあ、私でもわかるけど、ここまでのグダグダっぷりを見ていると、もうね。こういう事情から、国は東京の地下鉄運営の主導権を東京市から剥奪し、国が直接管理する方針に決めた。それに国は地下鉄の建設を急ぐ理由があった。早川と後藤の対立が本格化し始めたのは1939年の頃だが、この時日本は中国との戦争に突入しており、アメリカとの関係も悪化していた。最悪の場合アメリカと戦争になり、東京が空襲されることも考えられる。そうなると、地下という天然の要塞に守られ、空襲時も軍事輸送ができ、非戦闘員の避難所にもなる地下鉄はすぐにでも作っておきたかった。こういうわけで、1939年以降の東京の地下鉄建設は国主導で行われることになった。まず鉄道省は早川と後藤との間の構想を収めた。鉄道省は1940年に早川と後藤を2社の経営から外し、彼らが持っていた地下鉄への影響力を消滅させた。こうしてカリスマ2人を失った地下鉄2社に国家権力に抗う術はなく、1941年、戦時中の交通事業再編統制として当時行われていた私鉄の大合併事業交通調整によって、帝都高速度交通営団、通称営団地下鉄へと統合された。この営団地下鉄が、現在私たちが使っている東京メトロの前身組織となるわけだ。では、この営団とはどういう組織なのか？営団とは経営財団の略で、1941年より戦時統制機関として作られた官民協力型の特殊法人のことだ。この時代、公共性の高い事業体を官民共同で戦時体制にマッチした組織に作り変える必要があり、行政と民間企業がお互いに資本金を出し合い設立された戦時特化型第三セクターが営団という存在だった。その営団の一つが東京の地下鉄たる営団地下鉄だったわけね。そういうことだ。ちなみに、地下鉄以外の当時の代表的な営団組織として、住宅営団や農地開発営団があるぞ。だが営団地下鉄に関しては国が東京市に代わって地下鉄運営をするというのが第一目的で、戦争のためというのは二の次だった。実際、営団地下鉄の法人の名前は本来、帝都交通局もしくは帝都高速度交通局になる予定だったそうだ。ただ、たまたま世相が戦時下だったため帝都交通局にも戦争遂行の補助組織としての役割を付け加えることにした。こうして東京を走る地下鉄の運営法人の名前は帝都高速度交通営団になり、略して営団地下鉄と呼ばれるようになった。営団はたまたま時代が戦争中だったからそう名付けられた名前だったのね。そうだ。逆に東京市から見れば、自分が持つはずだった地下鉄運営の権利を国に奪われた形になる。営団はさっき言った通り、現代でいう第三セクターに相当する会社だった。なので、資本金も行政と民間がそれぞれ分け合って出資していたんだが、全出資金6000万円のうち、3分の2の4000万円が大日本帝国政府で、東京市の出資は6分の1の1000万円に過ぎなかった。残る1000万円は私鉄などの民間が複数社で出資した。3分の2国営、6分の1市営、6分の1民営地下鉄ってわけね。でも事実上は国の支配下に置かれていたわけか。1941年9月1日、陸上交通調整法に従い、営団地下鉄は地下鉄2社が運営していた現在の銀座線の路線を引き継いだ。これに加え、両社と京浜地下鉄道、そして東京市が所有していた未成線の敷設免許も成就した。こうして東京の地下鉄の戦時体制移行が終了した3ヶ月後の1941年12月8日、日本軍がハワイの真珠湾に奇襲攻撃。ついに太平洋戦争が幕を開ける。こうした過程で国民生活のあらゆるものが戦争と紐づいていったわけだが、その余波は東京市そのものにも変化をもたらした。というより、東京市そのものが消えた。どういうこと？東京府に吸収されて東京都になったんだ。もともと東京市は現在でいう政令指定都市みたいなもので、他の地方自治体にはない強力な行政力を有していた。が、
それゆえ上級自治体たる東京府との二重行政が起こっていると指摘されており、府と市の対立もたびたび起こっていた。だが、時は戦時下。戦争中にそんな悠長なことはやってられないとして市の機能が府に移される形で両者は統合。東京府は東京都となり、東京市は消滅。同市が置かれていた地域は東京都の直轄地となる。打足だが、この時はまだ東京23区は置かれていないぜ。現在の区が設置されたのは1947年のことだ。また、東京市が運営してた公共交通であるバスや市電も都の管轄となった。これが都営交通こと東京都交通局の始まりだ。はは？東京市営地下鉄を運営するはずだった東京市そのものが消えてしまったわけね。だが、この時消えたのはあくまで東京市という行政組織であり、東京という都市が消えたわけでも、東京都心に地下鉄を敷く必要がなくなったわけでもない。営団は東京市の意思を引き継ぎ、旧市内の地下鉄路線の建設を推し進める。まずは現在の丸の内線にあたる4号線の開業を目指し、1942年に四谷から赤坂見附間の工事に着手した。本当は1945年までに完成させる予定だったが、戦局の悪化により工事は停滞。結局工事は1944年6月に中止された。その後、営団地下鉄は空襲時の緊急輸送路防空壕としての役割を果たせぬまま、東京は米軍により焼け野原にされた。こうして時は過ぎ、1945年8月15日に終戦を迎えた。日本は敗戦国として連合軍の支配を受け入れることとなった。そうなると、戦時特化型第三セクターたる営団組織もほぼ全てが GHQ の手によって解体された。当然営団の一つだった営団地下鉄も GHQ の解体リストに載せられることとなった。これにもろ手を挙げて喜んだのが東京都だった。なんで？さっきと似たような理由だ。戦前から東京市営地下鉄の設立を目指していた東京市は確かに消滅した。しかし、その市の中に存在していた行政機能や組織は新生東京都の内部に組み込まれた。なので東京都は東京市の後継組織とも言える。つまり東京市営地下鉄の野望はまだ捨てていなかったんだ。まあ、市ではなく都になったわけだから、この時代だと都営地下鉄の方が正確な呼び名になるだろう。というわけで東京都は今度こそ都営地下鉄を実現するために GHQ の営団地下鉄解体を強く支持した。一方で、国や営団も東京市時代のグダグダっぷりを見てきたことから、都の方針に反対した。別に都になったところで東京市時代の不信感が消えてなくなったわけではないからな。それに敗戦国といえども GHQ に意見する権利くらいはある。国や営団は交通営団は戦争目的ではなく、交通再編の一環で設立された組織であると主張し、GHQ はそちらの意見に耳を傾けた。結局、国や営団側の主張が通り、以後60年間民営化されるまで営団地下鉄は唯一の営団として戦後日本に残された。1951年、連合国による占領から解かれるのに合わせ、営団は戦後日本にあった組織に改編されることになり、公的機関としての性格の明確化や国による財政投融資の根拠を作るために、各民間鉄道会社の出資金をすべて日本国有鉄道と東京都へ移譲させた。民間からの出資がなくなったわけだ。こうして営団地下鉄は資本的には反国営反都営地下鉄となり、第三セクターから純粋な公企業へと生まれ変わった。なので、この時点で営団地下鉄は完全に営団組織ではなくなり、公団地下鉄とも呼ぶべき存在となった。しかし、すでに営団地下鉄の名前は都民の生活に根付いており、名前は変えずにそのまま残すことにした。その後、平和な戦後日本の中で営団は営団地下鉄そのものを指す言葉となり、本来の意味は人々の記憶の中から消えた。そして1980年代以降の民営化ブームに合わせ、経営力のある営団も特に公企業のままいさせておく理由がなくなった。こうして、営団地下鉄は民営化され、東京地下鉄株式会社通称東京メトロへと生まれ変わった。大日本帝国の忘れがたみであった営団はこれにて消滅したわけだ。これが営団地下鉄ないし東京メトロの歴史なわけね。でも東京にはもう一つ地下鉄を運営する会社があるわね。そう、都営地下鉄だ。東京には13の地下鉄路線があるが、そのうちメトロが運営しているのは9路線で、
残る4路線は都営地下鉄として東京都が管理、運営している。ではなぜ東京にはメトロと都営の2つの地下鉄があるのかという話になるが、鉄道の歴史に少しでも詳しく、かつここまで動画を見てくれた人にはもうわかるだろう。終戦直後、東京都は営団地下鉄の都営化を目論んだが、GHQ を説得することはできず断念した。しかし、東京都はその後も地下鉄の自主運営を諦めておらず、営団の都営化を変わらず主張し続けた。しばらくの間、国はこれに首を縦に振らなかったが、戦後の東京の想像以上の成長に地下鉄の建設が間に合わず、営団地下鉄だけではとても地下鉄の建設が間に合わないと悟った。いずれ営団と統合するという約束ではあったが、営団では間に合わない分は東京都が地下鉄を建設、運営することになり、東京市時代からの悲願だった都営地下鉄が実現することとなった。かつて東京市から地下鉄の運営権を取り上げた国が、東京都に地下鉄建設の助けを求めたなんて、なんだか皮肉なものね。そして1957年、東京都は営団から1号線の免許を成就。この1号線が現在の浅草線となるぜ。その後も東京都は三田線、新宿線、大江戸線の建設免許を取得し、これら4線の建設と運営は東京都交通局が担当することになった。この東京都交通局の地下鉄部門は都営地下鉄となり、東京には東京メトロと都営地下鉄の2つの地下鉄事業体が存在することになった。これが現在まで続く東京の地下鉄の歴史だぜ。とまあ、ここまでかなり長く話してきたが、いよいよ本題だ。なぜ東京の西側には地下鉄がないのか。これまで語ってきた歴史から、その理由を探っていこう。なぜ東京の西側に地下鉄がないのか。と言ってもここまで話したなら霊夢も一人で説明できるんじゃないのか。そうね。なぜ東京の西側に地下鉄がないのか。それは東京メトロも都営地下鉄も元は東京市営地下鉄になる予定で設立された組織だったからね。正解。戦前、東京の東側を管轄していた東京市は自主運営による市営地下鉄の設立を目指していた。しかし、途中で東京市がしくじり、さらに東京市という存在そのものが消えてしまったことから、その建設と運営を国と都が肩代わりすることになった。この結果生まれたのが営団地下鉄と都営地下鉄だったわけだ。そして営団はメトロとして生まれ変わった。だから、なぜ東京の西側に地下鉄がないのかはこう言い換えることができる。なぜ東京市外には東京市営地下鉄がないのか。霊夢はこれを聞いてどう思う？当たり前じゃん。そう、当たり前なんだ。なぜ横浜市外に横浜市営地下鉄がないのか？なんて言ってもバカにされるだけだ。そもそも日本の地下鉄は市営が基本だ。民営化した大阪メトロも含めて東京以外の8つの地下鉄は全て市営で運営されている。だが、東京市だけは地下鉄の運営にしくじった。さらに時代の流れで東京市そのものの存在も消滅してしまった。つまり、現在の東京の地図や地下鉄路線図を見ても東京市が市営地下鉄を作ろうとした痕跡を読み取れないわけだ。ただ、東京市内に地下鉄を作るという理念自体は営団地下鉄にしっかりと引き継がれた。その証拠に営団地下鉄や後継の東京メトロ設立の根拠法となった帝都高速度交通営団法や東京地下鉄株式会社法には、営団地下鉄は東京23区の地下に鉄道を建設運営する組織であるとしっかり書かれている。これはあくまで営団が営業を行うメインエリアを示したもので、別に東京23区外に地下鉄を作ってはいけないわけではなかったが、その地域には西武や京王といった私鉄がすでに陣取っており、わざわざ営団が駅前で23区外に地下鉄を伸ばす必要はなかった。公営だから儲け第一に考えなくていいもんね。一方で都営地下鉄は、条例上は東京都内全域を運営範囲としているが、設立経緯からして営団地下鉄の補助の役割が強かったため、税金を投入してまで東京西部に出ていく理由はなかった。こうして営団も都営も担当エリアが東京23区に固定され、両者は東京の東側に地下鉄を建設していくことになった。そして、23区内に建設すべき地下鉄路線は2008年に開業した副都心線で全て建設が終了した。残されたのは東京の東側に地下鉄があるという事実だけだった。こうして、誰もが東京の地下鉄の歴史を忘れた頃、
東京の地下鉄路線図を眺めていた誰かがこう思ったのだろう。なぜ東京の西側には地下鉄がないのか。以上がなぜ東京の西側には地下鉄がないのかの解説だ。いつにも増して長い動画だったわね。でも、変な都市伝説に惑わされることなく、歴史に基づいた答えを知れてよかったわ。それを分かってくれただけでも話してきた甲斐があったぜ。だが、東京の地下鉄の歴史が分かりにくいのは確かだ。東京メトロの歴史は同社の直系祖先である東京地下鉄道を早川乗継が創業させたところから始まることが多い。都営地下鉄も現在の東京都政が始まった戦後からの経緯しか書かれていない。実現できなかった市営地下鉄と現都営地下鉄に直接のつながりはないからな。でもそのおかげで地下鉄建設において東京市役に、後藤さんがどのような役割を果たしたのかが省かれてしまっているのね。そういうことだ。これがなぜ東京の西側には地下鉄がないのか？すなわちなぜ東京の東側ばかりに地下鉄が作られるのか？をわからなくしている原因だろう。だが、本当の答えはここにある。戦前の日本がモンロー主義をもとに鉄道敷設計画を立てていたこと、それに基づき東京市が自身の市域内に東京市営地下鉄の設立を目指していたこと、そして、頓挫した東京市営地下鉄計画を引き継いで誕生したのが営団地下鉄と都営地下鉄だったこと、これがなぜ東京の西側に地下鉄がないのか？の答えだぜ。都市伝説でも何でもなく、多くの人の駆け引きと苦労の結果生まれたのが今の東京の地下鉄の状況だった、というわけね。そうだ。不発弾説よりもずっと地味だが興味深い。そんな地下鉄の歴史を少しでも分かってくれたなら嬉しい限りだぜ。さて次回は、今回のテーマの発展としてなぜ山手線の内側には私鉄がないのか？について話していきたいと思う。そういえばこの動画の最初の方でもちょっと触れていたわよね。でも、それは東京市が自身の地域に私鉄を入れさせなかったで説明できる話なんじゃない？そうなんだが、それは戦前までの話でモンロー主義が瓦解し、東京市も消滅した戦後になっても律儀に守る必要はないだろ？かつての国鉄も営団地下鉄も今は民営化されてるんだし、山手線の内側に私鉄が入っちゃいけない理由はどこにもないはずだ。でも現実は山手線の内側に私鉄はない。地下鉄が13路線もあるのにそれ以外の私鉄がないなんておかしくないか？次回は、そんななぜ東京の西側には地下鉄がないのか？の裏テーマ、なぜ山手線の内側には私鉄がないのか？を解説する予定だぜ。ほほ、どんな解説になるのかしらね。楽しみだわ。それでは今回の動画はここまでだ。チャンネル登録と高評価もよろしくね。それでは皆様、今回もご視聴、ありがとうございました。